小指刺して、グワーってこうやってって、でここを掴んで、オレッジ、いつかやる、ピロスケ、クシャダ。そして、自己紹介の方どうぞ。山形アイネム招待、名乗りを上げよう。おお。つさか影塚にございまする。水原ひたつのすけ、近乗りにござる。直江山城の神、金継ぐである。山形アイネム招待、ケルザン。はい、来ましたー。迫力がある。はいはい、今回コラボということで、僕剣術やってるんですけど、はいはい、浅山一伝流ってことで、で甲冑の技が特に入ってる武術なんですよ、はいはい、言ったら戦国の色が強いと、で今回せっかく切られてるんで、それでその型というかそれを見せて、あ、甲冑向きやなこの技っていうのをちょっとどう見えるのかっていう改めて認識してもらうというか感じてもらうみたいな。そう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 。さっきピロスケ殿もいつもいでたちが違うじゃろ今日。そうなんですよ、はい、甲冑の剣術甲冑着たままできるわけじゃん。そうです、おー、それがちゃんと分かると。はい、これも武将隊さんのおかげということで、はい、もちろん着させてもらいました着方わかりません。甲冑技ってこう開く、要は軸でこう行くために甲冑重いからこううまく歩けないんですよね。お、はい、だからこう甲冑の重さと一緒にこう動くっていうのが基本動き、今日みたいな足場のところはそうじゃな。そうなんですよね、軸で振らないとおぶのめっちゃ疲れんのよこれ。あだこういう普通な動きマジ無理ですもんね。だから切って止まるというよりは遠心力でそのまま回し切るような感じ、はい、あ力で押していくみたいな、まあ重くなっとるわけじゃない、まあ、これだから攻撃力4ちょっとマシになってるわけ、プラス4みたいな感じですよね、だから動きは鈍いから、だからこう軸で動して省エネしていくって、こう構えないんですよね。あと甲冑って、あ、構えないな。こういうこのいや剣道スタイルのこれ、これは道場の剣法なんですよね。こういう荒い地形じゃ無理、はいはい、あと飛んで移動、こういう、はいはいはい、こうだったら後ろに従ったら、こうなんだよ、持ってかれるじゃん、ただ飛んでだと、大丈夫っていう、はい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 、いくら踏んでも、広げてるからこうこけることはない、耐えられるみたいな、はい、で左右に敵がいるからいかにこう回るか、こう回るか、ここを軸回転にして向きを変えていくっていう、で構えがあって、こういう構えがあるんですけど、剣術って前から見るとこれが縦になって首元が隠れて、で長さが分からないっていう、でここがガードになってるからこう攻めてって体当たりしていくっていう、これだったら隙だらけだけど甲冑だったら防御になるっていう。でもう一つこう構えて、こう防具つけてなかったら普通に攻撃食らうとこめっちゃ多いんですけど、これだったらまた防御になるんですよね。そうだね、普通だったら一番怖い顔の部分も兜兜って、首まで守られとるからね。これで面砲をつけたら全部守れる、全部守れる。そうなんですよね、こういう、ああやっぱり好きないわな、はい、例えばこれわしらかっちゅう今4名来とるじゃろ、構えって言った時にどんな構えするかってちょっと見てみたい。やっぱ普通とちょっと構え方違う、はい、はいはい、ちょっと僕は旗から見てこういう感じ、はい、わしは今日発想じゃな、やっぱり、はい、わしはどっちかってやっぱこっちだね、おお発想ですね、はい、どっちもやっぱ縦にしてるこれが、ああでもみんなやっぱこの肩をなんか生かしてる感じは、そうこのアインスタイルで喉元を隠してる、おおお前はね、でこっちも、ここがガードになってて、喉が当たらなくてここでそのまま触れるように落とすように切れるっていう、はいはいはい、はい、でこっちは長さが分かんない、はい、で森林入っても正眼だと引っかかるけど、こうなったらそのまま引っかからずに移動できるっていう。普通の剣道とか、そういったもちろん依頼道自制式もあるかもしれんが、甲冑を切ることによって全く別物になるってこと、そうなんですよ、打つスペースがないっていう、だから攻撃のヒットが、限定されてるんですよね。で一番の弱点ここ、はい、このね、はいはい、内もものね、内もも脇構えでこうやれば長さが分かんないって、はい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 、でガードされる、いけるっていう、でこう戦った後に攻めにくいとこをこういって、こっからグワーってこうやってって、でここを掴んで、でこう倒していくっていう、道着だったらここなんですけど、甲冑だとここ、これもう取れないですもんね。そうなんですよ、はい、でおまけにこの膝なんかをここに打ち込まれるとドンとドンと、はい、このまま引っ張られると私はもう前の方もこういくしかない、あ、はい、もう重いからもうその勢いまま行っちゃうっていう感じ、ね、わしの頭 5.2 キロじゃ今愛が乗ってるから重くて、愛が重いんじゃない、愛が重いからあとはもう股間攻めるっていう感じ、あとにかくこう
こことか、うん、ここを攻めて、うん、そのまま頭突きして持ってく、うん、はい、ちょうどのここ布しかない部分なんだね、この仲間に、はい、見事じゃね、こことかをちょっと切って、うん、あと無視です、無視、うん、あと下がれば勝手にもう機動力失って、あ、はいはい、あとはフラフラになって終わるんで、足の男が男としての足が男としての足、いやでも血の気引くな、やっぱ想像すると、うん、ちょっと かましていいですか、技一回面白い、こう打ち合った後に、うん、こう掴んで、はいはいはい、ここ攻めるじゃんか、うん、でこういう風に、おー、ちゃんと受け身も取られて、でこういってこういう刺して、うん、でグーっていう押さえてくっていう、はい、ちゃんと小道具もいろいろ用意されててわしもあの戦国時代天寿を全うした武将じゃから今の光景って初めて見たわけなんだけど結構嫌な気持ちなんかのピロスケ殿と青空がすごい怖いの、古よりも甲冑の政と一緒にこうやってガーは入ってった方が甲冑の技っていいんですよ、こうでこうこういく感じです、はい、で当たる瞬間にちょっと逃げるんですよね、はい、こういうでこう攻め合っていくっていう、こう落ちてって、ね、まあ、刺してってっていう、押して倒していくみたいな、はい、やっぱ重みしっかりくるわ、で相手がこう力抜いて下がって打とうとした時に、あ、そうです、その時にここを脅かしていくっていう、あ、はいはい、嫌なとこついてくるね、ここはあのついてないんですよね、そう、鉄がなくて布と肉しかないところ、紐しかないところ、はい、相手がもしも甲冑ごと潰してくっていう時あるじゃないですか、こういう時な、はい、ドンキのようによ、そう、こういう技があって、いやー、はいはい、すごいな、こういうこれは稽古場の方なんですよ、本来こう行ってくるんですよね、うわー、これは隙間を抜けてくるわけだ、こっからこのつば元でぶつけるっていうガシっていう、さあ行くぞってこう出した時すごい嫌なところがあってくる、あ、はいはいはい、はい、でそのまた掴んでこう倒してっていう、うん、なるほど、はい、そのやり合いが甲冑剣術ですね、うちの一伝流で、うん、ちょっとあえて軸を崩すってあるんですよ、こう軸を崩すってあるんですけど、普通のこうだったら手だけになるんですけど、こう崩すと乗るっていう、はい、これは嫌じゃな、だからこの甲冑の重さを利用して、あ、はいはい、甲冑の重さをこういうの利用してこう落として、そのまま、こう戻した瞬間にこう入り込むっていう、戻し足がそのまま踏み足の足になるんだね、そうなんですよ、はいはい、いっぺんに来るわけだ、これ先生に教えてもらったんですけど、こうやるらしいです、あ、足狙ってなった、足を、はいはい、足狙ってないからな、ここはもう草履しかないから、草履しかない、そうでございます、ここでもうダダダダダってやって隙狙ってこういくか、さっきのやつこういくかとか、いろいろ掴んでいくかっていう、だからいかに泥臭く気持ち悪くやるかが武道だっつって、また、うん、おー、はい、あとは目を脅かすのがあって、ああ、まあ、ね、あるね、はい、それこういう入ってこう目元を、でも嫌じゃん、頬金つけてると行くんで目元、ここが一番狙われる、はいはいはい、これで目がこうやってやられちゃって、だから普通の戦と違っての甲冑着ただけでもう本当に戦い方全部変わるし、そうなんです、ね、やっぱ動き方ちょっとコツいりますもんね、うん、ちなみにピロスケ殿の甲冑着たのは初めてなんですよ、初めて、今くらい動けるって相当じゃない、初めて甲冑着た方っていうのは上半身の重さで持ってかれたり、ああ、後ろに持ってかれたりする、頭が、軸側のしっかり通ってるとか、そうですね、意外に着心地いいですよね、甲冑着始めが 3,4 時間経っとるぞ、そうですよね、だからまだまだ結構この動きが、うん、はい、あと欲柱が思うことじゃが、頭の場強いが、うん、意外と前差しの方が強い、そうなんですよ、はいはいはい、これがメイン、長さな、まあこの長さのものがまあ一番いい、このぐらいの長さ、そうなんですよ、小回し効いてここぞという時に役に立つ、国足って技がで、それ脇差しと、こういう勝ち技なんだ、はいはいはい、だこれは、おとりで、あとはこれでどう仕留めるかなんで、ああ、本命は脇差しみたいな、そう、まあ、抜けてて申し訳ないけど、柔道の一本の時も構えたと、うん、という、うん、はい、倒してとどめを刺す、はい、いやこれだからできました、今回出していただいて、出ていただいて、はい、いろいろチャンネルとかやられてるんですか、実はこの者がよう頑張っておる、はい、山形愛の武将隊、愛の武将隊チャンネルというものがございます、はい、おいおいおい、その中で出羽の国からっていう風なコーナーなんかやっておって、はい、よかったら皆さんにも山形の魅力をお届けしております、ぜひよろしくお願いします、実は中に、はい、甲冑の着方講座もござるから、いいいいいい、見てもらって、初めて楽しむ方は見ていただいて、よろしくお願いします、いやだからぜひ皆さん登録お願いします、よろしくお願いします、はい、ということで面白かったらチャンネル登録と高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますのでフォロー、そしてスーパーサンクスキルもやってくれたら嬉しいです、はい、では